西村香織は、九州朝日放送の報道情報局解説委員、元アナウンサー、ジャズ歌手。福岡県福岡市出身。3歳から15歳まで、クラシックピアノを習得していた。福岡市立長岡中学校、福岡県立畜子級高等学校、1992年3月、関西大学文学部英文学科卒業後の同年4月。 九州朝日放送に入社。同期入社は草柳五道と影平明。また、大学で同期に石川テレビ放送元アナウンサーの小谷歩美がいる。2006年10月人事にて、報道局報道部に移動し、アナウンサー職から報道記者に転身。2014年4月から2018年2月まで、テレビ朝日が開設した案、ソウル支局へ派遣され、 直後に発生したセウォル号沈没事故沈騰から取材報告で出演。帰国後、2018年4月人事にて同局に復帰し、報道情報局解説委員に就任。ラジオ番組でモルタと共演して、ジャズに関心を抱いたことからジャズを歌い始め、福岡ブルーノートでライブを行った。テレビテレビラジオハット AB、プロフィール。西村香織、ミュージックライフ。 2014年3月27日閲覧。小谷歩美。有名、ジャズボーカリスト。ベジアナアユの野菜畑チャンネル。2014年3月27日閲覧。ソウル生活スタート。西村香織ミュージックライフ。2014年4月17日閲覧。ありがとうございます。